あのな、確かに車を持ってるやつは優先して採用するって言ったけどよ。でも俺の三日月号はよく働く可愛いやつで。誰が自転車のことを車っつうか。車っつったら自動車だよ。普通乗用車。やばいぜ。ここでのバイトは無理かな。お茶どうぞ。ありがとうございます。大丈夫よ。今人手不足だから。うちは条件厳しいから募集してもなかなか人が来ないのよ。ね、社長。そう、ストレートに言うなよ。おい、今日から働いてもらうぞ。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ、ちえちゃん、こいつに会社の中見せてやって。ちえちゃんっていうのか。可愛くて優しい先輩だぜ。嬉しい。こっちはアニメーターの人たちの机よ。よろしくお願いしまし。す。アニメ会社の朝は遅い。俺の名は大江金太郎。気ままなフリーターだ。俺は今アニメーションの制作会社でバイトしている。俺の仕事は制作進行の見習いだ。俺も初めて知ったのだが、アニメを作るにはたくさんの工程と大勢の人数が必要なのだ。制作進行はその作業全体を管理運営する仕事なのだが。セレナ狩り取ってきました。そこに置いといて。何やってるんですか？セルの絵の具に混じってる空気の泡を取ってるのよ。こうやって反対側から指で弾いてやると泡が潰れてセルが綺麗に仕上がるのよ。へえ、勉強になるな。金ちゃん勉強熱心ね。制作も大変だけど頑張ってね。はい、頑張ります。程よく発達したバディ。バスト84、いや85ありそうだな。チェさん来てるぜ。制作といっても俺は見習いなので仕事はほとんど雑用だ。でもアニメ作りは知らないことばっかりで勉強になる。絵を描いて動かす人たちをアニメーターと呼ぶ。彼らは紙に鉛筆で何十枚も絵を描いていく。アニメーターにもさらに役割分担があって、
先に大まかな動きを作る人が原画を描き、次にその間の動きをつなげる人が動画を描く。こうして出来上がった絵をセルロイドに写して色を塗ってアニメを作るのも大変だぜ。お、どうした金ちゃん。この原画すごいっすね。こんなの描いちゃっていいんすか。はあ、うちの会社はエッチモンビデオも作ってるからな。おっぱいの形が桜みたいっす。おー、詳しいね。一応資料見ながら書いてんだぜ。えっ、うわーいいっすね。仕事だけどね。あ、でもこういう形のおっぱいも好きなんですよ。結構絵うまいじゃん。あ、そうっすか。時々手帳に落書きするんすよ。俺はもっと上向きにピンとこう張りのあるね。いや、この辺の吸い付きそうなないね。あら、金ちゃん父うまいね。アニメーターになったら。うわ、本当に嬉しい。言ったろ、何サボってやがる。客が来るから掃除しとけっつったろ。ごめんなさい。さっさとやれ。すぐやります。しっかりね。どうぞどうぞ。社長、お客。スポンサーと原作者だ。監督、どうも。ああ、チェス。先生が見えまして。ああ、ご苦労様。いや。あの、チエさん、原作者って。漫画家の縁側達也よ。ほら、そのポスター。あの週刊バンジージャンプ連載中のゴールデンガールや帝都大学物語って大人気の超売れっ子、 H な絵を描かせたら右に出る者のいない長者番付第1位のスーパー2枚目漫画家、あの縁側立つよ。一応こんなイメージでフィルムにします。 OK です、監督、バッチリ。このシーンはグッとくるようにドーンとこうお願いします。わかりました、監督より頑張ります。サイバーさん、サインしてください。あんた誰？大江金太郎、25歳、制作の見習いやってます。あのね、先生はお忙しいのよ。たかが制作の見習いごときにいちいちサインしてる暇があると思う？いいよ。さすが先生、お優しい。すいません。はい、ありがとうございます。打ち合わせも終わったし、茶でも行きますか。行きましょう。ところで社長、スケジュールの話ですけど。納品期日は大丈夫でしょうね。あと一月半ですけど。ああ、縁側先生の原作は絵が細かくて大変なんですよ。そんなことは聞いてないわ。金太郎、掃除は終わったのか。あ、まだでした。まあスケジュールの調整は何とかします。もちろんそうでないと困りますわ。それにしてもたかが制作ってのはないんじゃないですか。ほら、失礼。勉強になるな。何やってんだお前。というわけで、あと一月半でアニメを一本完成させなければならないらしい。俺の仕事もどんどん増える。俺は車の免許を持っていないから、荷物は自転車で運ばなきゃならない。動画痩せるも量が多いとめちゃくちゃ重い。これが結構きついぜ。自宅で作業しているアニメーターも多い。みんな時間帯がバラバラなんで夜通し会社で待機する。ほとんど会社に泊まり込みだ。あの、若本さん、作家上がりありますか。はい、どうも。若本さんは作画監督をやっている。原画は大勢で描くので絵や動きを統一する監督も必要なんだ。すげえ、縁側先生より絵うまいっすね。そう、ありがとう。今追い込みのこの作品は縁側達也のオリジナルアニメ鬼の泣く谷だ。幼稚園の遠足先で大昔に封印された鬼が蘇り子供たちを襲ってくるというスペクタクルな展開もあるお話なんだが、今はスケジュールがスペクタクルだ。では、ありがたくいただきます。金ちゃん、これから外回り出るの？はい、動画巻きに出ます。帰りに松の家の牛丼買ってきてくれる？あ、いいっすよ。金ちゃん、松の家行くの？俺、牛丼の大盛りお願い。俺、生姜焼き弁当。あ、僕も。俺、牛焼き店大盛り。俺、ビーフカレーに卵つけて頼むわ。アニメーターの人たちは
忙しくなると外食が少なくなる。基本はコンビニ弁当で、牛丼やカップラーメンなどが毎日の食事メニューだ。栄養が偏るし、燃えないゴミがいっぱい出るし、これ良くないぜ。金ちゃん自炊してるの？あ、いえ、アニメーターの皆さんに食べてもらおうと思って温野菜のサラダを。すごい本格的ね。料理屋でバイトしたこともあるんですよ。頑張ってるわね、金ちゃん。私にも味見させてね。はい、喜んで。知恵さん、いつも優しい声かけてくれるぜ、嬉しい。ここにあの可愛い知恵さんのお尻を乗せて、もしかしてまだそこはかとなくぬくもりが。ダメだ、そんなことダメだ。 でも体が勝って。お前、鍋かけたまま何やって。で勉強になるな。さてと、あれ、うわ、これすごいな。これじゃ何がどこにあるかわかんないよな。ゴミだらけだよ。食べかけのものまであるぜ。よし、整頓整頓。金太郎。はい。俺の机掃除したか。はい。おお、どこに何があるか分からなくなっちまったじゃねえか。ダメよ、人の机を勝手にいじっちゃう。はい。仕事熱心なのは分かるけど、気をつけてね、金ちゃん。勉強になるな。やだ、もうパンプスに傷ついちゃったじゃない。さあ、説明してもらいましょうか。何よこのデータ。納品まで3週間なのに、まだワンカットもフィルムができてないじゃない。どういうことですこれ。いや、撮影は今週から始めるんですが。それで本当に間に合うんでしょうね。それが監督のチェックが遅れてまして、若干スケジュールを伸ばしてもらえないかと。今更そんなことできるわけないでしょ。まさか初めっからそのつもりで。いやいや、そういうわけでは。お宅も仕事でアニメ作ってるんでしょ。うちは純粋に商売でやってるんですからね。別に傑作作ってくれなんて頼んでないわ。しかし原作の先生やスタッフの気持ちも。それはそれ、スケジュールの話は別問題でしょ。確かにそれはそうなんですが、だいたい元々の契約では。いや ハイアングルからのミーツ。金ちゃん、この変態野郎、そういう態度に出るわけ。よくわかったわ。納品日をずらしたら契約違反で、こんな会社叩き潰してやるから見てなさい。社長、今の話、僕のパート上がんないっすよ。大丈夫っすか。このスケジュールじゃ色指定も終わりませんよ。うん、みんな今の話を聞いての通り、我が社始まって以来の大ピンチになってしまった。このままではどうにもならん。しかし、ここでなんとか踏ん張ってフィルムを上げてくれ、頼む、みんな。そりゃまあやらなきゃしょうがないですけど。無茶あるけどな。監督が来たら全体の立て直しだ。それぞれの受け持ちをもう一度洗い直してだな。社長、監督が車に入られて入院しちゃいました。ああ、ダメだこりゃ。無理無理。あの、社長。俺の顔を見るな。今の俺の顔を見るな。怖い。
元気出してくださいよ。大丈夫っすよ。金ちゃん、さっきはありがとう。私のことかばってくれて。え、俺何かしましたっけ？私がお茶をこぼさなければこんなことには。何言ってんすか。あれは事故っすよ。アクシデント。誰か一人のせいじゃないって。俺が言うのもまずいっすかね。でもなんとかなりますって。頑張りましょうよ。ラストスパートっす。私の仕事なんて意味ないわ。はい。毎日セルに色を塗って間に合わせるだけ。別に誰からも期待されてないわ。ただ塗るだけ。意味のない仕事なんてないっすよ、チュウさん。アニメーションってすごいっすよ。え？だってそうじゃないっすか。アニメって絵が動いて色がついてて、さらに音まで出るんすよ。漫画や小説ではできないっす。おまけに実写じゃ不可能なキャラクターのアクション、まさにアニメの醍醐味っすよ。そのアニメを支えているのがプロのテクニックっす。みんなの力が集まって初めて作品が見れるっす。そんなプロフェッショナルな人たちと一緒に作品作りに参加できるなんて感動もんす。知恵さん、アニメーションって面白いっすよ。最後まで諦めないで一緒に死にましょう。勉強っすよ。勉強。そんなこと言ったって無理なもんは無理だろう。だいたい監督が倒れてんだぜ。チェックはどうすんだよ。それは自分が病院までカットを運んで。それだけじゃないんだよ。まだ打ち合わせもしてないカットがいくつもあるんだ。大変なんだよ。それは手分けして頑張って。やみくもに頑張ってなんとかなるもんじゃないの。完全にオーバーフローだって。じゃあディズニーみたいにコンピューター使って。バカ、そんな簡単にコンピューターでアニメ作れねえよ。 CG だって時間はかかるんだぞ。第一そんな予算がどこにある。おめえが出すのか。ダメダメ、やっぱ間に合わねえや。しょうがねえよな。別に金ちゃんのせいじゃねえんだからな。そうそう、諦めが肝心ってね。まあ CG やってる会社に知り合いでもいれば別だけど。ええー、それっすよ、それ CG でしないっす。おい。はい、TN ソフト。ケンちゃん、宿もずいぶん探したんだから。一体今どこに。え、 CG？ うん、アニメ。うちはグラフィックの専門じゃないから。でもワイヤーフレームでガイドラインを作るぐらいならできると思うわ。うん、じゃあ待ってる。じゃあね。みんな集まって、緊急事態よ。ちょっと打ち合わせに出てきます。勉強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 。すまねえな金ちゃん。勉強っす。他に問題点は。カット218からの資料。嬉しい、覚えててくれたのね、金ちゃん。実は折り入ってお願いがあるんですが。私の泳ぎを。ええ、8ミリビデオでいいの。ありがとうございます。はいはい。あ、ファックスですか。じゃあすぐに送ります。本当にどうもありがとうございます。資料のビデオです。ご苦労さん。おい、カット230は。はい。勉強勉強。金太郎、撮影にカット持ち込んでくれ。はい、お願いします。頼んます。こんにちは、うどんの金屋です。差し入れに来ました。すぐに美味しいうどんができますから。大変でしょうけど頑張ってくださいね。はい。アニメーターはのりちゃんのタイプに弱いのか。勉強になるな。金ちゃん、薄紙剥がすの手伝って。はい。
これ明日までにチェック。できるわけないでしょ。そこをなんとか。まずい、明日のアフレコ声優にドタキャンされた。心当たりあるっす。こんにちは。かっこいい。よろしくお願いします。今時の若い子は物おじしないね。いい感じだよ。ありがとうございます。社長ダメだ、最後の最後でラボ入れが間に合わない。金太郎、手配はつけました。お前が頼みの綱だ。最後のフェルム走りは任せて。任されて。それじゃ最後のリテイク納品あさってに。朝一で。さて最後の仕上げ、もう一頑張りしてもらわないとな。社長、金太郎がいません。自転車と荷物が消えてます。え、何？また逃げ出しちゃったの？ここで逃がしたらまた二度と会えなくなるわよ。待ちなさい、待ちなさい、消えるわよ。ちえちゃん、金太郎追わなくていいのか？いえ、スタジオに戻ります。最後のリテイク差し替え頑張らなくちゃ。大江金太郎、25歳、東大法学部中退、ただし全課程を習得し自主退学。以来数々の職業を転々とし人生勉強中。愛車三日月号にまたがり今日も行く。将来アニメ業界を、いや世界をも救う男かもしれない。金ちゃん、仕事の楽しさを、仕事の大切さを教えてくれた銀ちゃん、いつかまた会えるわよね。
これ曲が先ですか？